<laughs> 俺今仕事中。結構急ぎの仕事なわけ。邪魔すんなよ。その構ってちゃん。なんとかならない。俺お前と違って社会人なの。お前はまだ学生だけど、俺は学生みたいな付き合いは無理。ちょっとは大人にならない。俺の周りは少なくとも、 彼氏の仕事の邪魔するような女はいないんだけど。あれあ,あいつ。や <laughs> あ、久しぶり。全然連絡してこないから、どうしてるかと思ったんだけど、元気そうだな。 なーに間抜けな顔してんだよ。俺俺は外回り中。今日はこのまま直帰だよ。あなんだよ、引っ張んなって。みんなの前で話しかけたら悪かったがお前楽しそうだったもんな。で、お前の帰りはいつもより遅いみたいだけど。 友達の家で勉強してたんだ。それって、こっちチラチラ見てるあの男もだよな。もうすぐ試験だからとか、別にそんなこと聞きたいわけじゃないんだけど。なあ、明日休みだろ。俺ももう帰るし、このまま一緒に帰るぞ。送る。 嫌ってなんだよ。そんなにあの男と帰りたいのかよ。そういうことだろうが。お前はちょっとここで待ってろ。ちゃんと友達の了解得てきたからな。行くぞ。その駐車場に車止めてあるから。<laughs> 何なんだよ。ほら、早く乗れって。 なあ。お前なんか、急によそよそしいんだけど。一緒に帰りたくないとか言うし、手を繋ごうとしてもかわすし。この前までは、俺からの誘いには尻尾ブンブン振ってついてきたし、手だってお前が繋ぎたがってただろ。は大人の女ああ。 俺が言ったことか。挫折頑張ってみたけど大人の女になれそうにないから一緒にいられないって。別れるつもりなのか。そうか。お前の気持ちは分かったよ。 帰るぞ。はあ、ああ、ここ俺ん家だもんな。誰もお前の家に送るとは言ってないだろ。話があるから入れよ。終わったらちゃんと送ってってやる。で、俺と別れたいって、本心 そう。俺まあ確かにこの前は、仕事でバタバタしてたし、あんなこと言っちまったけど。勝手に話終わらせるなよ。まだ途中だから。<laughs> でもじゃない。暴れんな。俺のもんに傷がつくだろう。まあ傷ついても。 一生俺が愛すから別にいいけど。お前、俺とキスすんの好きだな。俺に触れられるのも好きだろ。本当に俺から離れられんのやめない。逃げられるもんなら本気で逃げてみろよ。俺から離れられるって言うなら、本気で抵抗してみろよ。 あの男には渡さないから。お前を愛していいのは、俺だけなんだよ。どうしたそんな抵抗じゃ意味ねえぞ。まあ、体は素直になってきてるし、もう力入らねえか。それも当然だよな。俺が全部教えたんだもんな。この体は俺に従順なんだよ。 他の男で満足できるなんて思うなよ。<laughs> これでも、俺から離れられる。お前だって本当は、俺のこと、まだ好きなんだろ。口は嫌々しか言えなくても、表情は雄弁だからな。 もっと俺が欲しいって、もっと愛してって言ってる。さっさと言えよ。俺から離れられないって、俺を愛してるって。そしたら、もっと良くしてやるから。なあ。どうしてって、お前が俺の、 俺でさえ気づいてなかった。心の奥底の本心引きずり出したから。さっき他の男と楽しそうに笑ってるの見て、すげえイラついた。俺にもそんな感じはあったんだって、正直戸惑った。大人の女になれとか、散々言って傷つけたから、自業自得だけど、大人の女とか、 物分かりのいい女とか、そういうんじゃなくて、お前がいいんだよ。お前じゃなきゃダメなんだ。嘘つく余裕なんてねえよ。お前が俺の名前呼んで、甘えてくれて、それが俺の幸せだったってことに、失いそうになって、初めて気づいた。ごめん。 手つないで、ぎゅーしてって。<laughs> ああ、何度でもしてやるよ。だから言え。俺から離れられません。愛してますって。<laughs> いい子だ。約束通り、もっと甘やかしてやるよ。 手をつないで牛もいっぱいしてやる今日はもう返すつもりないからだからずっとそばで俺に甘えてろ動画見てくれてありがとう。 ASMR 動画は毎週金土日曜日に投稿しています気に入ってくれたらチャンネル登録してまた聞きに来てねバイバイ